いらっしゃいませ。暑くて暑くてたまんねえ。夏が持ってきちゃった。あのね、昔のあれじゃんだけど、フィリピンパブってとこにね、行ったことがあります。25歳ぐらいやったかな。あれはダメだね。いや、ダメじゃないよ。ただ俺には合わなかった。あの、スタイル抜群なんだけど、フィリピンの人。あの、でもね、フィジカルなの。肉体的なの。なんか直感的なの。メンタルがないのよね。なんて言えばいいかな。いや、あのね、どういうことかというと、もうハケは胸とかお尻とかが、まあ、見えないんだけど、まあそういう、くっきり見えるようには、なんかまあ、タイトな、窮屈そうな服着てたんだよね、多分ね、思わせないけど。それなんか、こう、俺酒飲めながらウロン茶とか飲んでたらこうして、ああ、こういうのも経験だなーとか思いながら、こういう経験だなーとか思ってたら、なんかクスクスクスクって笑ってるのね。なんだろうね、こいつらとか思いながら。まあ大変なんだろうなーとか思いながら。でも、まあ綺麗は綺麗だなー、まあ興味ないけどねー、言葉通じないからとか思いながら。言ったら、なんか、踊り出したりいろんなことするんだけど、サービスなんでしょうね。あの、ここまで、ここら辺、これだな、この辺だな、この辺だな、この辺か。お尻をこう、キュッてキュッて突き出して、顔の前にこう、キュッてくるわけよ、くるくって。おい、やばいと思ってね。おい、俺もう、はまないでね。もう、照れてたって相手の人思ったんだよね。余計激しかったからね。クスクスクスって笑ってるから。お、照れてるんじゃないんだよ。呆れてんだよ。だって、お城をこう観察するのも面白くないし、それで性的な興奮を覚えるかというと、覚えないんだよ。だってさ、エッチできないじゃん。いや、できたとしても、その場限りじゃん。心通じてないじゃん。いや、心通じてないでもセックスできればいいって男の人たくさんいると思う。まあ、俺も、まあ、昔はそうなのかもしれない。でも、つまんないよ!ねえ。だってさ、自分だけ気持ちよくなるだけにいかないでしょ?めんどくさいよ!拭いてあげたり、その後頭なでなでなでとかできないよ、それ。好きな人だからできるよ。できないできない。俺、冗談できない。あるよ、そんなの。めんどくさい。ほんと。もう、それこそ終わったら、その瞬間にさって冷めるからね、頭に。男の人はね。冷めるから。あー、すっきりした。赤い、お前。こういう気持ち?あー、すっきりした。帰れ。この気持ちになるから、好きな人としかできない理由。あ、これで、ネットで、男性の一人エッチが嫌だっていう女性の方がいたんですけど、その動画見ててね。それは、なぜかというと、好きな人に性欲の吐け口だけを求めることが、とっても失礼なことだからよ。ちょっと抱かせろ、お前。ちょっとまた開けから。あいしゃ。あー、気持ちよかったーってのわけにはいかないでしょ。嫌でしょ、乱暴にされるのも。でも男は、ただ一瞬ムラムラしてるから、もうそれでムラムラが嫌だからもうスッキリしたいの。スッキリしたいんだから、一番いいのがそら傷つかない。ビデオの女優さん、プロの方の女優さんね。それと、まあ本とかね、を使うわけです。待って、本当に恋人なんか、恋人の人に、まあちょっとほら、どう、前、脱げ。ほら、まあスッキリした。また言われること変えていいよ、もう。っていうわけにはいかないからね。好きだからするのとしないのとちょっと、それとちょっと違うんだよね。あ、話がだいぶ逸れてきたね。なんか眠くなってきたね。話が眠くなってきた。いや、何かというと、フィリピンパブ。うわ、もうあれはね、1万5千円くらい使ったね。1回5千円くらいかかったんじゃない ?5 千円超えてんじゃない ?5 千円くらいだったかな。高いね。さ、俺、ウーロン茶しか飲まないんだけどね。まあ、あとね、英語が得意だから皆さん、フィリピンの方。なんか英語で悪口言ってるみたいですよ。
言う場合もあるか。外国人全員が言ってるわけじゃないけど、言う場合があると。英語がわかる人が聞いてたみたいです。眠くなってきたな。いや、今日もくだらない動画ごめんね。うどん見てくれてありがとう。うん、さらば。